いらっしゃいませ。関山です。今回なんですけど、やってきました、すごい案件がですね、なんとですね、持ち主の方が夜逃げしてしまったということでですね、その物件を僕らの方で買い取りできるものは買い取って、捨ててしまうようなものは捨ててくれというふうな依頼があったので、僕らの方でですね、ちょっといろいろとやっていきたいなと思います。それではですね、物件の中に行ってきます。じゃあ中入ってきます。で、今ですね、ちょうどうちの依頼している処分の業者さんがいろいろと作業してくれているので、こうやってちょっとずつまとまったりしております。で、やっぱり夜逃げした案件っていうのがもうそのまんまに基本的になっているので、こう袋詰めしたりとか、そういうゴミの分別とかっていうのにめちゃめちゃ時間がかかるんです。はい、行ってきましょう。で、こんな感じでごちゃごちゃっとなってるんです。もう夜逃げしてるんで、もう完全にそのまんまみたいな感じですね。はい。でですね、もう持ち主の方、今行方不明ですね、やばいような状況になってるのではい、そんな案件ですね。こっちも見てみましょうか。こういう案件って基本的に電気とかがもう通ってないことが多いんで、まあ電気がつけられない中なんで、日中で作業しなくちゃいけないっていうところはですね、ちょっとポイントだったりしますね。ベランダとかもうそのままなんですもう昨日住んでましたよねみたいな状態になってますね。どうですか、カメラマンさんの山口さん、こういう案件初めて。すごいですね本当に昨日まで住んでたような感じなんですね。はい。引き出しの中とかもう全部入ってる、食器類とか。これをですね、一個ずつやんなくちゃいけないっていうのはすごい大変なんですよ。見てください、もう気持ち悪い、これダメです、僕はちょっと、あれしますね。中身が全部入ってます。すごい、これ、うわ、くっさちょっと、マジでくさってくっさ、めっちゃくちゃくさいですうわ、うわ、くっさな、見えました、見えました、はい、ね、ちょっとくっせちょっともう無理です、もうこれもう無理ですこれ以上無理でしょ臭すぎますわねこれ笑い事じゃないですからね結構ね、演出じゃなくてもうめちゃめちゃガチで臭いこれいなくなったのは何日前なんですか。いや、ですね、結構日数経ってるみたいで、この案件って聞きました内容って。いや、よく詳しくは分かんない。詳しくはよく分かんない。これどうなんですか、何日間ぐらい、カレンダーが今年の5月まで作ってあるんで。っていうことは6ヶ月間ぐらいですね、11月なんで。放置されて6ヶ月間。はい。っていう感じですね。だから癖ですね。はい。そういうのはよくあります。ある程度その放置されないと基本的にはその手続き進んでいかないので。うんうん、はい、座る。小学校のとこはモザイクしてますね、はい、ちなみにもうこの案件はうちの買い取りの担当がですね、もう入ってもう商品買い取っちゃってるんで、ゴミしかほとんどないと思います。洗濯機とかもありますね。2015年製、洗濯機は買い取りできる。これ2015なんですけど、汚いんでね、ちょっときついって感じですね。視聴者さんで欲しい方いたらあげます。うわ。なんで？見てください。まだ、なぜか風呂の水が残ってます。きっつ意味がわかる。これ6ヶ月前の水ってことですね。ね、すごそう。これ面白いなこれちょっとね、入りたいですね入りたい罰ゲームねよし、じゃあ上行きましょう。で、こんな感じになってます。
誰かが入ってるんですよね、こんな感じでこうガシャガシャっていうのが誰なのかちょっとわかんないですけど物色してるんで、結構こういう案件って買取に来たりするんですけど、一般人が分かるような、金目のものっていうのは大体なくなってたりとかすることが多いですね。よっぽど隠されてたりとかしないから大体誰かが物色してで、いいものだけ抜いちゃってみたいな話になってたりとかするんですよ。闇が深いですよ。はい、闇深いですよ。もう闇しかないです。宝探しのポイントちょっと説明しておくと、こういう箱に入ってたりとかするものって結構金とかが多いんで、こういうちっちゃいこういう箱とかこういうものとかこういうのは結構その価値があるものが入ってたりとかしますね。なんか金の器だったりとか、はい、こういう四角い箱とか化粧箱ですね、こういうのはポイントなんでこういうのみたいなものにしてます。で、結構こういう書斎の横のこういうところに入ってたりあるんですよね。ちょうどあったこういうの。この中に入ってるんで基本は。けどもうこれは抜いちゃってるんで。あ、これはガチっすね。ガチっすね。なんだろう。これ残っちゃってます。これちょうど見つけました。金の指輪す。K18 なんで、5グラムぐらいじゃないかな。5もないか。4ぐらいかな。なので、今の相場で K18 とか多分5000円前後、5、6000円なんで、じゃあ5000円ぐらいか。ざっくり2万円ぐらいですね。おー。ざっくり。ブランドの香水とか、買い取りめっちゃできるみたいな、そういう話結構あるんですけど、実際ほとんどこういうの売れないんで、海外輸出とかで、まあ、若干売れるかなぐらいなんで、その買い取りできるっていうような金額感では値段がつかないですね。ちょっとこうゴミの話すると、こう木のゴミとかってこういうのは近くの銭湯屋さんとかが燃料として必要だったりするんで、銭湯屋さんとかが引き取ってくれるんで、こう分別基本的にしながら、木材は例えばここに持っていくとか、資源は資源でキロいくらっていうので買い取ってくれるところとかあったりするんで、そういうので分別しながら一個ずつこう捨てに行くみたいな感じになりますね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。あまりね、見ない光景だと思うんで、そういうのをですね、これからもこういう動画を通してですね、まあ、普段見られない夜逃げとか、いろんなタイミングでの買い取りみたいなことって結構あるんで、ぜひですね、今後とも動画を見ていただきたいなというのと、いいねボタンとチャンネル登録をですね、よろしくお願いします。それでは、また次回の動画、お待ちしております。